こんにちは、森下トームの森下です。今日はですね、無垢材のね、フローリングをちょっと床に貼りたいわっていう人結構最近増えてるんですけども、やっぱりどうなんかな、フローリングって無垢材がええんかな、やっぱりどうかな、普通のなんかそういうなんか大きいメーカーのね、ああいうなんかシアのフローリングの方がいいんかな、どっちが耐久性高いんやろみたいな話があって、大体どれぐらい耐久性あるんですかみたいなちょっと質問がありましたんでね、まあそれちょっとまあざっくり話させてもらっても面白いかなと思って、今日はそのことについて解説させていただきます。まあ今日のお題としては、木質系のフローリングは、まあ大体大きく3種類に分かれます。でその3種類にそれぞれの耐用年数があるって、まあ、僕はこう個人的に理解しているので、まあ、その方のことを話してできたらなと思います。でね、まあ冒頭なんですけどね、よく無垢材って「無垢ですわ、床無垢ですわ」って言う中で「これ何ですか?」って「あ、これはただのフローリングですわ」って言い方、営業の人とかよくしてるのを見るんですけど、まあ別にその上げ足取るわけじゃないんですけど、フローリングっていうのは、まあその床を張るみたいな、その英語のそのフローリングっていう語彙から来ているので、まあ床材を総称してこう、まあフローリングっていうことなので、フローリングという名のカテゴリーがあるわけじゃなくて、まあ総称ですね。なんでちょっとごっちゃにならんように話まず聞いてもらえたらいいんかなと思います。でまずじゃあ行きましょう。まずね、一番こうな廉価というか安くてよくその使われているのがカラーフロア、通称言われているものですね。で、もう一つがね、複合フローリングとか合板フローリングと言われているもので、まあ前日の営業マンがフローリングって言ってるのは、この合板フローリングとか複合フローリングと多分言ってることは多いと思います。ひょっとしたらカラーフロアのことも言ってるのかな、ちょっとわからないですけどね。であとはまあその今回その質問者の方が聞きたかった無垢のフローリングっていうやつですね。でそれぞれちょっと説明していきましょう。まずですね、カラーフロアっていうのは、まあメーカーさんも公式で言ってる人もいるし、まあ大体僕のこの建築経験で言うと、まあ、耐用年数はざっと10年から15年だと思います。なんか意外に短いなと思ったかもしれませんね。10年ぐらいあっという間経ちますからね。でこう木としてこんな感じです。わかりますかね、ちょっと僕の絵がちょっとつたないんでね。この、まあ、床材ってこういう、 こう板状になってて、こうサネがついててこうでこうまあ、いわゆるオスメスになってて、こうこれがこうつながってジョイントがこうむくり上がらんようにこうするみたいな、こう、まあ、大体こういう構造になってるんですけど、この中身はちょっとちゃうんですね。ここはね、カラーフロアって大体ね、台板って言うんですけど、 MDF とか合板になってることです。 MDF っていうのは、合板はもちろんこう木をこうスライスして積層にして固めたもんですけども、 MDF にはそれをチップにしたやつをなんかギュッと固めたような、まあ、インシュレーションボードとかね、そんなようなやつのことを総称して MDF って言うんですけども、そういうやつです。だからまあ、なんちゅうか、普通の天然の木から見たら、およそ木なんこれみたいな感じと思うんですけど、その表面にはですね、シート貼りしてあるんですね。要は木の柄がこう印刷したやつがシートで貼ってあるんです。で見た目木に見えますけどね。じーっと見たらいいやけど、透明は全然わからへんって感じなんですけど、まあそんなことです。なので、当然シートはその工業製品ですから、いろんなデザインバリエーション、色とかね、パターンとかできます。でシート自体には表面コートもしてあるんで、意外と重量物が乗ってもへこんだりしにくいです。結構表面コートは高いんで、でも一方でシートなんで鋭利なもんでちょっと引っ掛けたりしたら、こうピュッと傷がいったりめくれたりするっていうこともまあまああります。でその代わり、まあ工業製品で価格は安いです。でまあ、表面も樹脂のコートなんで、ほぼメンテナンスフリーというか、まあ、汚れは当然拭いたりせなあかんですけど、なんかオイル塗れやワックス塗れっていうことは、まあ、ワックス塗っといた方がいいっちゃいいけど、まあ、塗らんくても別にいう感じのものがあります。でただね、これ耐用年数はあんまり長くないんです。それなんでか言ったらね、表面はそのシート、樹脂シートでしょ。でね、こういうね、床がね、一番いじめられるものは、こう人がいっぱい歩いて摩擦するとか、椅子かなんかでカイ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 やるとかって、そういうことだけじゃなくて、いっちゃん強力なのは太陽なんですよ。太陽の光っていうのはすごいもんなんですけどね、必ず紫外線を含んでるので、紫外線劣化っていうのを結構進めます。でこれがこの工業製品の樹脂シート、まあ石油系ですよね、こういうものはめっぽう弱いですよね。まあ、樹脂でいうと典型的なバケツみたいな、樹脂バケツみたいな、外に置いとったら
まあな、まあ、何年なんか何ヶ月か分かりませんけど、そのなんかポロポロになりません、サクサクに、あんな感じにこれもこう表面がこうモケモケになるみたいなことがやっぱ大きいとか聞く、なんかようわからん日々みたいなのが出たりみたいなのがあったりしますね。で次にあるのがあの複合フローリング、合板フローリングってやつですね。これがね、まあまあ幅ありますけど、耐用年数10年からもう20年ぐらい持つやつも多いと思います。高級品は20ぐらい持ちます。でこういう感じでこのいわゆるこう、積層になってて、まあまあ、いわゆるこう合板が重ねられて、その上に、まあ、月板とか引き板とか言われてるあの本当の木が張ってあることがいうか本当あります。で月板っていうのはね、ちょっと薄めの短板です。あの2ミリとか、まあまあ5ミリぐらいのもあるんかな。だからまあ、あの5ミリぐらいの短板に貼ったら、まあまあ風格ありますよ。ええやんって、これちゃんとした木に見えるやん。で、しかも、あの、なんていうんですかね、後ろに合板貼ってやるんで、あの、すごくね、あの床のねじれとか、あの、そういうものが起きにくい。カビとかも起きにくいし、あの樹脂で結構固めてやるし、で大抵は表面にあのウレタン塗装してあることが多いですね。で引き板っていうのはね、あのもう突き板に対して引くって感じ、まあ、要はこの結構比較的短板言うても厚めのもんですわ。だからもう 10mm とか 15mm ぐらいあるようなやつですね。だからもはや無垢とかあんま変わらへんやんぐらいのもんも多いかとは思います。けどもまあ無垢板ってね、だいたい 15mm とか全部無垢であるから、そのうちの例えばやったらあの木取りとしてはたくさん枚数取れるから、あのコスト下げやすいですよね。だから価格はまあ安いとは言えんけど、手頃感があるっていうのが多いと思います。でも傷の補修に関してはね、やっぱりそのあの天然のやつなんで 傷もつくし、ウレタンも塗ってるから、まあ不可能じゃないけど、まあそれなりに技術がいる、ちょっと直しにくいようなとこもあると思います。で最後に待ってましたの無垢のフローリングです。こいつの耐用年数は、まあ、いろんな考えあると思います。僕は30年以上あると思います。まあ、あの簡単に言うと無垢フロアって文字通りこの構成は全部一つの丸っぽの木を製材して加工した単一材のものですね。でそして樹脂はいろいろあります。木の種類は大きく言うと針葉樹とあの広葉樹って分かりますよね。針葉樹というのは、まあ、杉とかヒノキとかパインとかもそうなんかな、 ああいうやつですね。それから広葉樹いうのはあのまあまあカバとかナラとかチークとか、まあちょっと比較的硬いイメージで、針葉樹はちょっと柔らかいイメージですね。でだから針葉樹の方は比較的軽いです。で広葉樹は比較重たいです。だから、どっちか言うと杉ヒノキに代用される針葉樹は価格はちょっと安いし、いわゆる広葉樹は高いいう傾向があります。で針葉樹はね、なんで軽いかいうのは、その木の中にの繊維の空気層が多いんですよ。だから空気やから軽いんですよね。空気が多いから。で、逆に広葉樹はこう密実にあの木目がついてるから、そこに含まれてる空気少ないから重たくなるんですよね。で、そうすると結果的に空気がたくさんある針葉樹は、あの触った感じあったかいです。で、広葉樹は、まあ、あったかみがゼロじゃないけど、どっちかというと重厚感とみたいな感じが売りっていうイメージですよね。だからね、この無垢のフローリングの最高のいいところはね、こう手触り、足触りです。足触り、これなんか年いけばいくほどそう思いますね。僕は結構もう暑がりなんで、あの夏はこう裸足で家んちうろうろする方なんですけど、このやっぱりこの表面にこのウレタン塗ってないこの無垢の単一素材はやっぱり踏んだ時にベチャベチャしない。でまあ、まあ汗かきやし、あの最近はその湿気も多いじゃないですか。でやっぱこれはもう得難いもんがあるし、今度冬は逆に素足で歩いてもそんな冷たさ感じひん。ウレタンっていうのは樹脂なんでね、あのこの複合フローリングはそういう樹脂で固めてるの綺麗やし、傷もつきにくい一方で、冬場はスリッパないと嫌なんじゃないかなと思ったりしますね。でまあだけど、まあ無垢っていうのはまあ大体こう価格は高いですね。さっきも言いました、あの複合に比べたら気取りが全然ロスがあの大きいんでね、はい。でまあだからその無垢材には良さもあるけど、傷がつきやすいし、ねじれとか割れとか反りとか縮みとかみたいなことは起きやすいので、この木の良さを生かす特性を考えた施工と、それを経年的に変化をしてくるときに味としてこう感じる美感がないというか価値観がないと、何こんなん全然あかんわって思う人はやめた方がいいです。でもそういうあの
まあ言うたら人間でもそのシワ行ったりシミ行ったりするけど、それは若い時の綺麗なツテッとしたもんと比べたらって思うけど、それはそれで人としての美しさってあるじゃないですか。なんか、あ、人生のなんかご苦労が顔ににじみ出て、そばにおったら安心しますわみたいな顔立ちの方いらっしゃるような、そういうような愛し方っていうか、あのことじゃないかなと思います。だからカラーフロアとか合板のその複合フローリングに関しては経年劣化してるんでこうですっていう説明しますけど、僕らはこの無垢に関しては経年変化、もっと言い換えたら経年美化ですよっていうような、まあ、語呂遊びじゃないですけどね、まあ、そんな風なことも言います。なんでまあこのそういうあの目次なんで、あの水はやっぱりその木で吸いますよね、一定ね。だから撥水性を保つためにワックスやオイルやで、やっぱりそのちょっと油っ気があるもんで、時々の手入れは、だからまだまあ1ヶ月に1回ぐらいは綺麗にあの表面ね、あの汚れ ついてると思ったりするので、それを取ってでこうオイルでこうやってあげたら、まあそれも毎回あのでもな、あの1ヶ月1回じゃなくてもいいと思いますけど、半年とかね、それぐらいではしてやったら木は喜ぶし、長いことあの美しくあると思います。まあ、なんでカラーフロア、あの合板、複合フローリング、無垢フローリングあるけども、例えば30年以上実際にあのお寺とかお宮とかね、あのああいうとこ行ったら、これ何年前に貼ったんですか言ったら、そんなん50年ぐらいはるかに超えてるとこ多いじゃないですか。でも全然あのそこ あの宗教上施設やったら、こうそこ あのね、お坊さんとかみたいな修行僧みたいな人がこうガーッと吹いたりしてね、あのぬか袋で吹いたりして、もうなんかもう絵も言えん、これはこう黒光りしてますねみたいなやつがあったりするじゃないですか。だからまあそういう意味で言うと、これはもうあのちょっと控えめに言うて30年以上と思うぐらいなんですね。だからそう考えたらね、例えば、まあ、10年でダメになるっていうのは、まあちょっとあのそのどこで線引くかにもよると思うんですけど、僕もあのあるハウスメーカーのやつに出て結構高い複合フローリング貼りましたけど、もう20年ぐらいした時にもう紫外線でっかいでモケモケですわ表面。でもうどないもならへんすわ。削ることもできへんしね。でまあもちろんこの引き板みたいに分厚い短パン貼ってるやつやったら、あの昔 あの体育館こんなやつやったんですよ。昔の体感覚えてますかね、まあ、今ちょっと分からないけど、昔のやつはこの突き板張った複合フローリング張ったって、だからだんだんこう生徒さんがスポーツとかしてこうちびたらですね、あのウレタン取れたらこうそれ一回ガーッとサンダーで磨いて、でもう一回ウレタンかけるみたいなことで、おお新品になったみたいな、あの、まあ、そんな改修工事僕以前若い頃したことありますけども、まあ、そんなようなことにもなります。なんでまあ、あの そういう強さもあるんですけど、まあやっぱりこの無垢のところの層がどれだけ厚いによって寿命は変わるから、高いんやけど15年20年で張り替えしてなあかんかな。だって人生今40年50年時代家建ててからいう時代なんでね、これしといた方がトータルではあの、まあ、まあ安いっていうよりはなんかこうお得なんかなって思うのが、まあ僕の今の結論になります。はい、まあ、なんでこんな話で、まあ、いつもなんだかんだ家づくりについて解説してますので、よかったらねチャンネル登録をしてみてください。